ただいまから経済産業委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、塩田弘明君、安江信夫君、東徹君、山下雄平君、および石垣紀子さんが委員を辞任され、その補欠として、三浦信弘君、里見隆二君、石井彰君、足立正君、および森裕子さんが選任されました。理事の補欠選任についてお諮りをいたします。 委員の移動に伴い、現在、理事が1名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、宣伝により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に石井明君を指名いたします。これより請願の審査を行います。第178号、中小零細事業者に対する支援策の実施等に関する請願、ほか、159件を議題といたします。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。えー、以上のとおり決定することにご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたしました。継続調査要求に関する件についてお諮りをいたします。経済、産業、貿易及び公正取引等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、 本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。いいご異議ないと認め、採用を決定いたします。えー、この際、一言、えー、ご挨拶を申し上げたいと思います。 昨年11月に委員長にご選任をいただきまして以来、理事および委員の皆様におかれましては、委員会の運営、充、ま、実、あ、した審議に向けて、本当にあのご理解とご協力をいただきまして、深く感謝を申し上げたいと思います、本当にありがとうございます。えー、本当にあの2年以上続いてまいりました新型コロナウイルス感染症の大きな影響の中で、国民生活、そして経済、いろんな本当に影響を受けておりますし、 現下のエネルギー価格の高騰なり、海外情勢を含めたさまざまな影響で、本当にあの我が国の経済、重要なあの時期に来ているというふうに思っておりまして、この参議院、とりわけ経済産業委員会、われわれの役割は本当に重たいというふうに思っております、そのことを皆さんに共有させていただいて、この間、真摯なご議論いただきましたことに、改めて感謝を申し上げておきたいと思いますし、これからもさらに経済産業委員会がしっかりとした充実審議を行っていけるように、 みんなで協力をしていければと思いますのでそのことをお願いしておきたいと思います、えー、閉会後には参議院通常選挙が行われることになります、えー、選挙に臨まれる皆様方にはぜひご検討をお祈りしたいと思いますし、えー、これを機にご誘退される方には本当にあの今後ご健康に留意されてますますご活躍をされますことをお祈り申し上げたいと思います本当にご協力ありがとうございました それでは本日はご臨時参加いたします。ありがとうございます。